シュラマル。おおほほ、あたくし見たざます。あら、なんじゃいさん、おはまっちょ、今日も元気そうだね。で、何を見たの？君江たんは君江と呼んでくれて構わないざます。見たのは今度漬物の里で開かれる運動会の参加名簿ざます。時子さん参加するんざましょ。そうよ、運動会と聞いたらもう筋肉がピクピクしちゃってね、やる気満々。漬物の里を100周くらい走り回ってやるわよ。当日は出店が出るから、君江たんはそこで働くざます。お好み焼きをたくさん作るざますよ。あら、おいしそうね。サラダチキンの出店はあるかしら。ルルル、楽しみね。むむむ、名探偵江戸川君江が推理するに、時子さんはお弁当を作ってくるはずざます。あら、どうしてわかるの？今回はお友達もたくさん参加するからね。みんなに食べてもらうためにたくさん作る予定よ。君江さんにも作っていくわ。時子さんのお弁当？時子さんは超一流の腕前ざます。絶対に美味しいざます。君江たん、落ちてもいいように大量にほっぺたを用意しておくざますよ。あらあら、もう誰でもゴリマッチョになれちゃうくらいにマッチョマッチョなお弁当だから期待しててね。ということはお肉やお魚が入っているざますか？もちろん、良質なタンパク質や油が豊富だからね。お弁当にはどっちも入れるつもりよ。マッチョマッチョ。わーいわーい、この里でタンパク質といえば卵だったざます。あとはジビエと川魚と、たまには海の魚やジビエじゃないお肉が食べたいざますよ。任せなさい、みんなの分作るからすごい量になるわね。キミエタンはたくさん食べるざます。それじゃあキミエさんのお弁当はちょっと多めにするわね。ちょっとじゃなくていっぱいがいいざます。キミエタン、最近野菜と卵ばっかりで美味しいざますよ。でもやっぱりお肉とお魚が食べたいざます。大丈夫、すべてこのゴリマッチョトキコにお任せよ。みなさんこんにちは、トキコです。うほほーい、今度漬物の里で運動会が開かれることになりました。私のお友達や親戚も参加するらしく、今からワクワクが止まらないわ。そして私は料理が好きなので、たくさんお弁当も用意するつもり。今回は主人の会社の人が多数参加するので、そのお弁当もあるからとんでもない数になるわね。これだけの量を作るとなると、ますますムキムキになっちゃうわ。あはははということで、当日は大量のお弁当を作って持って行ったんだけど、いろいろ見回ってる間に一部がなくなっちゃったのよ。見ていた人の話では、一心不乱に女性が食べ尽くしていたらしいけど、ヤマンバの仕業か？マッチョマッチョで退治しないとね。大変よ、ヤマンバが出たわ。いえ、怖いざます。キメタン怖いざますよ。でもヤマンバってどういうことざますか？それがね、私が持ってきてたお弁当が20個以上ないのよ。きっとヤマンバの仕業に違いないわ。この筋肉でぎゅうぎゅうに締めてやりましょう。あ、それキミエタンが食べたざます。え、あまりの美味しさに20人前食べ尽くしたざます。最高に美味しくてわーいざます。うっほー、ヤマンバ見つけたわ。ざます？違うざます。キミエタンはヤマンバじゃないざます。ただ美味しすぎてたくさん食べちゃっただけざます。許してほしいざます。え、キミエさん本当に全部食べたの？すごい量だけど、キミエさんってそんなに食べられる人だったっけ？あのお弁当は特別ざますよ。ふっくらと焼き上がったお魚の西京漬け、お肉も味噌漬けざますね。味噌の配分が絶妙、芳醇な味噌の甘みがたまらないざます。いやー、キミエさんよくわかってくれるわね。だし巻き卵はキミエタンも作れるけど、やっぱりプロ級の腕前だと全然違うざますね。
焦げ一つない美しい姿はまさに芸術品。宝石と比べても遜色ない美しさざます。口に入れると一見しっかりと巻かれているのにふわっと口の中にとろけて、マーベラスざますよ。他はどうだった？ふんわりとしたつくねは胸肉を直接叩いたものざますね。高級なお豆腐と合わせて揚げられているから、ふんわりと上品な味の中にもがっつり感があって、キミエタンはこれが最高に好きざます。上にかかっているあんかけは季節の野菜を使ったもので、こちらも程よい酸味と甘みがたまらないざます。あ、それもう一丁ざます。いやー、筋肉に身を任せて頑張って作った甲斐があったわね。ところでどうしたざます？ものすごい量を食べたみたいだけど、キミエさんお腹大丈夫なの？はぁ、あまりの美味しさに忘れてたけど、なんかお腹が苦しくて痛くなってきたざます。というか、いくらなんでも一人で20個もお弁当を食べちゃダメでしょう。それに私がいない時に勝手に食べたのもダメね。そんなことしなくても、ちゃんとキミエさんには特別に大きなお重を用意してたんだから。特別なお重？それはきっと最高ざます。もっと食べたいざます。でもお腹が痛くて苦しいざますよ。あれあれ、いや20個も弁当食べられちゃったか。とりあえずヤマンバの仕業じゃなくて人間のやったことでよかったわ。ヤマンバだったらこの筋肉が通用するかどうかわからなかったからね。さて、キミエさんなんだけど、もともと食べる量は普通の人なのよ。それが20人前も一気に食べちゃったものだから、びっくりとも動けなくなってしまいました。とりあえず食べられちゃったお弁当は、夫の同僚さんたちに向けて作ったもの。ちょっと困ったけど、ここは漬物の里。美味しい食材がたくさんあるからね。その場でいろいろと料理をして、みんなに喜んでもらえたわ。信代さん印の漬物にみんな大喜び。うほーい。チンイーシャンテンさんの中華とか美味しい出店もあったから、なんだかんだ良かったんだけど、美味しい、苦しい、痛い、ざます、美味しい、ざま。キミエさん、おはまっちょ、あれから少し経ったけど体調はどう？辛く苦しいのにまだ美味しさが残っていて変な気分ざます。とりあえず少しは落ち着いたのかな。キミエさんもなんだかんだ結構筋肉ついてきたもんね。やっぱり筋肉のおかげかしら。きっとそうざます、美味しいざます。よくわからないけど、でも人に許可も取らずにお弁当を食べちゃうのはダメよ。結局それでスペシャルなお弁当も食べ逃してしまったでしょ。はっ、そうざます、キミエさんのスペシャルなお重さすがに食べられなかったざます。それでいて苦しくなったんじゃ仕方ないわよね、キミエさん。はいざます。ね、なんざます、 LINE の画面から何か強烈な圧を感じるざます。そりゃそうだよ、マッチョパワーを全力で送ってるんだから。怖いざます。りょうたくん助けてざます。今回は周りの人もいろいろ協力してくれたからなんとかなったけどね、やってはいけないことをやったんだよ。ちゃんと謝らないとね。キミエタンやりすぎてしまったざます。お腹が空いて一つ食べたら止まらなくなってしまったざます。その気持ちが嬉しいよ。筋肉をピクピクさせながら愛情を込めて作ったからね。でもちゃんと声をかけてから食べるのがマナーだよね。そうざます、今後気をつけるざます。じゃあ次の運動会にはまたお弁当を作るから。本当ざますか？わーいわーい、キミエタン大勝利ざます。たた大変ざます。どうしたの？体脂肪が増えたの？違うざます、トキコさんから請求書が届いたざます。そりゃそうよ、キミエさんの分のお弁当はお友達として無料で作ったけど、食べ尽くしたあのお弁当は違うからね。食材にもこだわって作ったのよ。
何より夫の会社の人に作ったでしょ。部長さんからもお金をもらっていたからね。でも優しい時子さんは請求しないと思ってたざます。それはね、愛よ、愛。え？お友達だからこそその辺はきっちりしないとね。どう？ほほ。その後君江さんからはちゃんと食材費を返してもらったわよ。ということで改めて豪華なお弁当を作って我が家の庭で食べることに。みんな涙を流しておいしいと喜んでくれて最高に筋肉がピクピクしたわ。何より主人がね、自慢の妻だって紹介してくれて、もう服が張り裂けそうよ。うほほい。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。